さあ、本日も参りましょう。ミスター武士堂の戦国回し本日はキリンが来る補足解説三方ヶ原の戦い編家康さあやってみましょうキリンが来るの本編の中ではもうさらっと流されてしまった味方ヶ原の戦いでございますけどもこれはあの武田信玄と徳川家康が激突した、まあ、すごい戦いですのでねこの 味方ヶ原の戦いがどんな戦いだったのかっていうのをねちょっと今回ざっくりお話ししていきたいと思います。えー、こういうことがあってね家康は信玄に負けてしまったんだっていうのね分かるとまたねより一層大河ドラマがね面白くなるんじゃないかなと思いますのでぜひ大河ドラマに合わせて戦国回しもご覧ください。それでは参りましょう。味方が原の戦い武田信玄が 最上ですね最上作戦よっしゃ京都行くぜってうわーって来たわけですねまあこの武田信玄が西へ西へね最上作戦だって上がってきたのは、まあ、今までいろんな説があったんですよね単純に自分の領土を広げたいからとりあえずその三河のね徳川家康倒してそこを奪っちまおうとしてただけで別にその京都に上洛するつもりはなかったんじゃないのっていうね学者さんもいたりとかいやいや武田信玄は 上落して足利義昭を助けて信長に代わって取って代わって天下を治めてやろうと思っていた野心があったとかねいろんな説がありますけども今回の麒麟が来るでは武田信玄は家康はあくまで通過点に過ぎず家康を倒してそして信長を倒すで足利義昭のために上落するという風うに描かれていましたこれまで戦国万足でお話ししたね武田信玄の話にとってもやはり武田信玄自身に 信長に対する非常に強いね憎しみ怒りっていうものがあったので、まあ、このキリンが来るのように信玄はいや信長倒してやるというふうに思ってたのは間違いないかなというふうには僕は思っていますそんな信長を倒しに行く途中でぶつかったのが信長の同盟者徳川家康だったわけですねもともと徳川家康と武田信玄はその今川義元が死んだ後の今川家のね領土の取り合いでいろいろ揉めていたっていうこともあったので まあ、ある意味信玄にとってはですね、好都合と信長を倒すついでに家康も倒しちまおうというふうに思っていたんだとは思います。そして信玄は甲斐を出発して遠江東東の二俣城というね、徳川家康の城を攻略します。この時、徳川家康は本拠地が浜松の浜松城というところね、もともと岡崎城だったんですけど、そこから武田との戦いを想定して、浜松城っていうね、お城に移って、そこをこう、しっかりと準備して、武田信玄を迎え撃とうとしていたんですが、その浜松城を支える まあ、一つの、ねえー、城だったわけですこの二俣城をあっという間に落とされてしまいます、まあ、この時、えー、武田信玄の息子武田勝頼が総大将になったというね、えー、話もあったりしますそしてさらにこの一方こっちの遠東江東の、ね、南の方から進軍するだけじゃなくて信濃から直接美濃に向かっても、えー、軍を進めています岩村城というね信長が美濃のこう端っこの方に持っていた城があったんですけどその岩村城を 秋山虎重というね、これはまたすごい武将なんですが、秋山虎重という武将に攻めさせて、そこを陥落させています。で、信長の城も実は落としてるんですよね。で、この時、この岩村城を守っていた、お津屋の方っていう、信長のおばさんにあたる、えー、女の人がいたんですが、そのお津屋の方が自分の旦那さんに先立たれてしまって、女でありながら、女上司として岩村城を守っていたという話があります。で、 えー、このの後ですねその城を脅された時に、まあ、殺されるんじゃなくてこの秋山虎重に捕まってというかね捕まったのか、まあ、自分から捕まりに行ったのか分かりませんけども、えー、秋山虎重の奥さんになるっていうね結構面白い面白いって言ったらねあれなんですけど最終的にまあ悲惨な運命をたどるんですが、まあ、この時ねおつやの方はこの武田軍に投降して秋山虎重とね結婚するっていう、ね、ことになってるんですよね。でその時おつやの方は信長の息子を養子として預かってたんですよ。 その自分の旦那さんが死んじゃって跡取りがねまだいなかったから信長から養子として信長の五男の五坊丸っていうね男の子を預かってたんでその信長の子供もごと、まあ、武田軍にね捕らわれてしまうということになってるわけでございます、はい、そしてそんな織田信長はこの武田信玄の進撃に対してですねどのように対処したかといいますとまずですね援軍を送りました徳川軍にね援軍を送りました佐久間信盛接近学類も出てますけどね重心でございます織田軍の佐久間信盛そして平手博秀この人は 麒麟が来るの序盤の方に出てましたよね。あの、平手正秀という、まあ、ジーヤみたいな人いましたよね。信長の森役の。あの、平手正秀の孫とも言われている人物ですね。平手博妃。そして、水野信元。これも麒麟が来るの序盤の方にちょっと出てましたよね。あの、菊丸が仕えていた武将ですね。水野信元。この佐久間、平手、水野。まあ、彼ら三武将に3000の軍を預けて、家康への援軍として送りました。 しかしですね、この時、武田軍って2万5千って言われるぐらいの大軍を率いて採、えー、上してきてますので、まあ、3000の援軍はちょっと少なすぎるんじゃないかと、ね。しかも、こんなあの有名な武将もね、出してるにも関わらず兵の数少なすぎるじゃないかとね、思うと思うんですが、まあ、もしかしたら信長はとりあえず家康に援軍を出すけども、そこで本気で家康と一緒に新儀を迎えようとうと思っていたわけじゃなくて、結構大事な兵力は温存しといて、終わりか緑で、 決戦をしようというふうに想定していたんだと思います。そしてこの送られた3000の援軍は、家康を助けるというよりは、家康を監視するために、ちゃんとね、自分の同盟者の家康が、ちゃんと戦うかどうかを監視するために、まあ、送った軍だったかもしれません。結局、武田軍2万5000に対して、小田徳川連合軍はたったの1万1000と、半分以下の兵数で戦うことになってしまいました。この圧倒的な兵力差。 援軍ももただ3000しかもらえてない、まあ、こんな状況だったら普通ちょっとふざけんじゃねえよもう戦わねえよってね言ってもいいかもしれませんが徳川家康はここで意地を見せて,てですね2万5,000の戦国最強とも言われた武田軍に立ち向かっていくことになります。さあ二股城を落とされてしまい武田軍の半分以下の兵力しかない家康は 本拠地である浜松城で牢城することを決意します。牢城戦でなんとか武田軍を持ちこたえて、信長がさらなる援軍をね、送ってくるのを待とうというふうに考えたわけでございます。先ほども言いましたけど、もともと浜松城は武田との決戦に備えて改築しておりましたので、防御力もかなり高いというところで、十分この時点では家康にも賞賛はあったんだと思います。しかしですね、武田信玄はこの浜松城に牢城している家康を無視してスルーしていったんですね。無視しても先に 終わりの方に行っちゃったわけですよ。家康なんかも知らんわってバーって行っちゃうんですね。それを見て、家康は、まあ、そこでね、おとなしく、もう待ってたら、まあ、別によかったんでしょうけど、ふざけんじゃねえ。信玄この野郎、この家康を無視しやがって、人は吹かせてやるぜと言ってですね、味方が腹に、この少ない兵力差であるにもかかわらず、出陣してしまうんですね。出撃していきます。 で武田軍はもう半末の前通り過ぎてますからこっちからぶわー攻めてその後ろからね背後から攻撃して一気にやっつけてやるとね背中から攻撃すれば、まあ、半分の兵力とはいえ倒せるんじゃないかと家康は思ったんでしょうね籠城戦の方針をやめて野戦でこの武田軍をね打ち倒そうとしたわけでございますそこで家康は核翼の陣というねこう鶴が翼を広げるようなこういう大きく広がる陣形を取って一気に武田軍を包み込むようにして攻撃するようにしました しかし、これね、武田信玄すべてお見通しだったわけですね。この武田信玄は、浜松城をあえてスルーすることで、この家康をおびき出したわけですよ。ね、なかなかその、城で守るってことをやられると、いくら兵力差があっても消耗するし、時間もかかるわけですよね。なので、兵力差がある時っていうのは、野戦で、この兵力差に物を言わせて一気にね、殲滅した方が有利ですので、あえて信玄は浜松城をスルーすることで、家康をおびき出した形になったわけでございます。なので、背後から、 家康が攻めてくるっていうことも想定していた武田軍は、魚林の陣というね、えー、こうびっしりと密集して、魚の鱗のようにブワーッとこう引く陣があるんですけど、その魚林の陣という陣を引いていて、その核翼の陣に対して、こう素早く反転してですね、この家康の攻撃に耐えたわけでございます。で、もともとこの核翼の陣っていうのは、多い軍勢で少ない敵をこう包囲して殲滅するっていう時にね、使われる陣形なので、ちょっとね、相手の方が多いという、 味方からの戦いでは、ちょっと不利な陣形であったわけでございます。そして、この援軍に来ていた織田軍の3000の兵っていうのは、もう早々に撤退してしまうんですね。あかんって、これ絶対勝てねえわ逃げろって、ブワーって逃げていくんですね。佐久間信盛も水野信夫とも、まほぼ戦わずに逃げたそうです。なので、やはり最初からこの織田軍の援軍の目的っていうのは、 家康を助けて武田を戦うっていうよりは、あくまでね、偵察、監視のような、えー、役割をね、持っていたんじゃないかと思われます。しかし、この撤退戦の中で、平手博秀だけは、えー、戦死してしまってるんですね。まあ、これは別に平手博秀が勇敢に武田軍に立ち向かって、えー、突っ込んでたっていうよりは、まあ、逃げてる最中に追撃されて、まあ、殺されてしまったんじゃないかというふうに思われます。さあ、織田軍もさっさと逃げてしまって、ね、もう徳川軍全然人がいないわけですよ。で、圧倒的に。 信玄の方が戦も上手だし兵も多いと絶対絶命のピンチを家康は迎えるんですがそこでえ本田忠勝をはじめとしたこの家康の、ね、中心たちがめちゃめちゃ頑張るわけですよ三河武士っていうのはね、えー、非常に忠誠心が強いというふうに言われますけどもこの三方からの戦いで命に変えて家康を守るぞってねやったのが本当にねすごいなというふうに思います本田忠勝は戦国時代最強と言われるような武将でもありますのでなんとか敵を持ちこたえて防いだんですけども まあ多くのね、家康の家臣たちは、その家康の身代わりとなって、どん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 、うち死にしていってしまいます。でどんどん味方がやられている中で、家康は、もう命からがら戦場を逃げ出して、なんとか城に戻ったという話が伝わっております。まあ、そんな中でね、こんな不名誉なエピソードもあるんですよね。えー、焼き味噌事件というのがありまして、家康がこうね、えー、味方からの戦いから逃げている時に、あまりの恐怖に死を覚悟しても逃げてたわけなんですけども、そのあまりの恐怖に、家康はちょっと、あの、ブリブリブリとね、 あの漏ららしししてまったいですねブリブリブリとブブブリリリと漏らしてしまったにそに城に着いたらですねめちゃめちゃ汚れてるわけですよブリブリブリでそれを見た家臣が「殿のあなんとおいたわしこんなブリブリ漏らしてしまって」って言ったらそれに対して家康が「違うこれはこれは焼き味噌じゃん」ってね言ったっていうそのお弁当として持ってた焼き味噌ですけど漏らしてませんみたいな言ったなんてうねそんな情けないエピソードもあったりします。 まあ、家康がブリブリ漏らしてしまったという話は、非常に有名なエピソードなんですけど、まあ、実際のところ、一時資料にはね、残ってないので、まあ、もしかしたら、後からえ作られた、まあ、面白いエピソードなのかもしれませんね。はいで。そしてもう一つね、こういうのも有名ですね。鹿味像。これは、ちょ見たことあるっていうね、人もいるかもしれません。こんなね、あの、すごい顔して、こう、変な座り方して、ぐらーんってなってる、まあ、ちょっと特殊な肖像画ですよね。この鹿味像も、この三方からの戦いの時に、信玄が自分を描かせたというふうに言われてまして、この、 敗戦をねこの信玄のね挑発にまんまと乗ってしまってバーって若さ言うような過ちですよねバーってこの三方側原に出撃したから、まあ、負けてしまったという戦いですのでその時の自分を戒めるという意味も込めてこう情けない戦いに負けてボロボロになってる自分をこうふらってこんな感じ全然かっこよくない自分を描かせてその絵をね当時は写真がないですから絵を見てこの若かれし頃の過ちを忘れないようにしようとねしたなんていうねエピソードがあります。 まあこの鹿未造に関しても長いことそういうふうに言われてたんだけど、なんか最近の説では、あの、書かれた年代とかをこう研究していくと、ちょっとこの時期に書かれたものではないのかもしれないというね、言われてます。まあ、実際のところがね、どっからどこまで本当かは分かりませんが、まあこういうようなエピソードが残るぐらい、この三方ヶ原の戦いというのは、徳イエスにとってとても大きい戦だったわけでございます。このように信玄にポコスカに負けてしまった徳川家康だったんですけども、まあ決して家康にとってね、この戦いが 無駄なものではありませんでしたここでね三、えー、方ヶ原に出陣しないで、まあ、城の中でね隠れてたらまあそれはもしかしたら多くの、ね、人たちの命は助かったかもしれないけどここで武田信玄に向かって出撃してね戦ったことによってこの信長への忠説っていうものはアピールできたわけですよ。後に織田豊臣の世の中になった時に、まあ、この戦いは非常に家康にとって大きなアピールポイントになったんじゃないかと思います。もしこののの戦いの時の頑張りがなければ 後の家康の天下っていうものもなかったかもしれませんよねそれぐらい大きい戦いだったというわけでございますね、そんな大きい戦いだったのに金リンが来るで、ね、スルーされてしまったのは非常に残念ですねいやまたいつかね、えー、戦国時代をテーマにした大ド玉をやるとしたらまあ、新しいね解釈でこの味方からの戦いとかもね見てみたいなというふうに思いました、えー、本日の話いかがでしたでしょうかもし面白いと思っていただけましたらチャンネル登録高評価もよろしくお願いするでござるそれではまたお会いしましょうさらばじゃ